はい、皆さんこんにちは、アドブロです。今回はダイアデムのエレベート V3 の中から98ですね、 305g のもの、こちらをインプレしていきたいと思います。でこのラケットに関しては、すでに、以前の動画でですね、新旧打ち比べの動画というのを公開させていただいてあります。そちらもぜひ合わせてチェックをしていただいてですね、今回はより詳しくこの新しい方ですね、V3 の性能であったりとか使い心地っていうのをインプレしていきたいなというふうに考えております。で現行ユーザーの方で、乗り換え検討中で、悩んでいるという人もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で今回実際に使ってみて感じたいいところだったりとか、いまいちなところに関しても正直にお話をしていますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。それではやっていきましょう。はい、まずデザインとスペックからお話をしていくんですけれども、今回ですね、デザインが一新されました。前作のティールと濃紺のツートンカラーから、今回はですねブルーに統一されたものへと変更されています。もう本当にガラッと印象変わってますよね。で前作よりもその高級感って言ったらいいんですかね、っていうのがすごく感じられて、僕はこっちの方が好きです。はい、であとはですね、特徴としてはこの手触りの部分ですね、すごく独特で、プロスタッフのエラスティックペイントとかが近いんじゃないかなと思います。で、他の動画でベルベットコーティングみたいなっていうコメントもあったんですけれども、あれよりはさすがに耐久性もあるかなと思いますし、ちょっと手触りとしてもあそこまでしっとりしてなくて、もう少しこうサラサラした感じな気もしました。ちょっとね、なんとも言えないんですけれども、はい、多分その現行のプロスタッフですね、 V13 と同じような感じっていう風に考えてもらったらいいのかなと思います。で続いてスペックなんですけれども、今回98をインプレしていくんですが、当然フェイスは98平方インチで、重さが 305g、最近熱いカテゴリーに属している98305のラケットですね。で、バランスが320になってます。ピュアストとかと同じですね、305g なんだけどイーブンバランスっていう設計になってます。長さが27インチで、RH は一応カタログスペックでは64とされています。そしてストリングパターンは 16×20 ですね。はい、少しこうクロスがね、多いモデルになってます。そしてフレームの厚さが 21.5mm のフラットビームで、薄らけと言っていいのかなと思います。で、ボックス、純然たるボックスっていうのとはちょっと違って、フレームの内側がちょっとこう盛り上がるような形状になっています。で、イメージとしてはそのスピードのヘッドのスピードですねのフレームの数をこう全部滑らかというかなだらかにしたら、ちょっと近いんじゃないかなみたいな、そんな感じですね。あれをこう薄らけにしたみたいな感じかなと思います。ちょっとうまく伝わってなかったらすいません。そんなイメージです。はい、続いては打球感についてお話をしていきたいなと思うんですが、今回のセッティングに関してはソルティスですね、ソルティスパワーが貼られたものですね、星型のすごいエッジが効いてるやつですね、これが貼られていて、前回のインプレと同じセッティングになってます。で基本的にはすごくこうしっかりした感触があって、本当に無駄な遊びが全然なくて、すごくこう引き締まってるっていう感じですね。で似ている打球感のラケットを上げるとすると現行の TF40 かなと思います。でどっちも同じような厚さの薄らけになっていて、カチッとしたフィーリングでダイレクト感が味わいやすいっていうのが共通してるのかなと思います。でどっちもフレーム内にウレタンフォームが充填されてるっていうところも共通していて、遊びが少ない、あと減衰がいいとかっていうところも似ている部分なのかなと思います。
で、このエレベートの V3 に関して言うとですね、まあ、前作と比べるとインパクトの瞬間のそのとんがり具合っていうんですかね、ちょっとこう角が取れたような感じの打球感になったかなと思います。まあ、クライボンっていう新しいのが、まあ、採用されているらしいんですが、まあ、それを含めた調整によって少しテイストが変わったのかなと、まあ、そんな感じですね。はい。でただあの打球間の角は取れたんですけれども、もちろん外せばそのスイートエリア外してしまえばそのフレームの剛性とかしっかり感からくる硬さとか厳しさっていうのはかなり感じますので、そこら辺は甘くはないなと思う一方で、前作よりもそのスイートエリアをちゃんと感じ取りやすいなとも思ったので、まあ、よりこうスキルがあってプレイレベルの高い人は今作の方が気に入るんじゃないかなというふうに思いました。続いてショット別にですね、性能の方を解説していきたいと思います。まずストロークなんですが、まあ、打ってみてですねパワーはすごく感じやすかったですね。まあ、98で 21.5 ミリのフラットビームで 16×20 っていう、まあ、スペックだけ見るとおお、かなりきついんじゃないのと思うんですけれども、そこから想像するよりはパワフルにボールが飛んでくれるなと思います。ただその飛びも、ね、弾いて飛ばすとかっていうのとは違って、そのパワーロスしない方の飛ぶっていう感じですね。力がそのまんまダイレクトにこうボールに伝わってそれが球威に変換されるっていう、そういうイメージですね。なので振り抜けばすごいいいボールがいきますし、逆に振らなければヒョロヒョロのボールになってしまうので、まあ正直言ってしっかり振り抜かないと進化が発揮されないタイプのラケットかなと思います。で 16×20 なんですけれども、あのボールの引っかかりはすごく良かったです。でソルティスじゃなくても、まああの丸いポリとかでも前回試しているんですが、それでも十分、ボールの持ち上げやすさっていうのは感じられました。なので、まあ、そのループ系のボールだったりとかショートクロスみたいなこうスピンで、まあ、擦るようなスピンも含めてなんですけれども、あの十分打てるんじゃないかなと思います。次にボレーなんですが、まあ、正直スイートエリアもねすごい広いとかじゃないですし、取り回しも、決してこう楽とかいいとかっていうタイプではないとは思うんですが、個人的には結構打ちやすかったです。はい、ちょっとね不思議なんですけど、あのまずはそのスイートエリアが感じ取りやすいっていうことと、まああとはそのダイレクトに感じられるそのボールに力を伝えるっていうところがこうしっかりこうフィードバックされるっていうのもあって、ボレーの強弱だったりとかタッチがすごく出しやすいなというふうに感じました。で最近まあ E ゾーンの 98L を使っていたんですけれども、まあ、同じ98平方インチなんですが、ちょっとあの E ゾーンボレーしにくいなっていうのも感じてたんですね。多分これスイートエリアがちょっとトップ寄りなのが影響してるのかなと思うんですが、多分僕の打ち方とか感覚とかだとボレーはそんなに先端で取るようなことはしないんだと思うんですね。なのであんまりアイソメトリックは美味しくなくて、逆にこういう縦長の、上下対称みたいな感じのフォルムの方がボレーに関して言うと感覚が良くて、で特にそのエレベートに関しては強弱つけやすいし、まあ、それも含めて安心してコントロールできる、安心してボレーを打つことができるというふうに感じることができました。最後にサーブなんですけれども、サーブに関してはかなりこうバランスよくどのショットも打てる、どの球種も打てるラケットだなというふうに感じましたね。同じようなスペックですね、あの98平方インチで21、2ミリぐらいの厚さのラケットってなると、まあ、大体まあフラットはなんとかなるし、まあ、回転かけるとしたらまあ弾ませるよりスライスで滑らす方が気持ちいいし点も取れるみたいなのが多いんですけれども、そうですね。で逆に言うとスピンで弾ませるのはちょっと難しいっていうのが多いカテゴリーなんですが、エレベートはその当然ダイレクト感があってスピードも出しやすいんですけど、引っかかりが強くてスピンサーブもすごく打ちやすいっていうのが、まあ、かなりいいポイントだったなと思いますね。まあもちろんね繰り返し言ってますけど、ソルティスによって引っかけやすさがこうかなり引き上げられているポイントっていうのはあるっちゃあるとは思うんですが、それを差し引いても
かなりこう意外なほど落差のあるサーブっていうのが打ちやすくて、それがまあこのラケットのすごくこう、まあ、特徴というかいいところでもあるのかなというふうに感じました。まあ、なので実戦でフラット、速いフラット、滑るスライス、弾むスピンとかっていう感じで打ち分けるっていうのもやりやすいんじゃないかなと思います。はい、ではここから実際に使ってみて感じたいいところといまいちなところをサクッとお話ししていきたいなと思います。でまずね、デザイン今回良くなったなと思います。結構かっこいいと思いますね。バンパー同色系正直あんまり好きじゃないんですよ。 V コアのね新しいやつとかあんま好きじゃなかったんですけど、これはむしろ青でいいかもしれないなっていう風に思えるぐらいまとまったデザインになってるかなと思います。はい、まあ、黒 あのテストラケットがかっこよかったっていうのはあるんですが、まあまああのね、わがまま言っちゃいけないなっていうところかなと思います。性能的にはパワーと弾道のその上下の調整のしやすさっていうのは非常に良かったと思います。自動的に何かやってくれるようなその親切なタイプのラケットでは全然ないんですけれども、スキルとか体力とかがしっかりあるプレイヤーであればその思い通りにショットを打っていける、打ち分けられるんじゃないかなと思いますね。速いボールからループ系、アングル、あとはタッチとかも含めてオールラウンド、そのオールコートでみたいな感じで幅広いプレイができるんじゃないかなと思います。で一方で、まあ、ちょっとねここいまいちだったんじゃないかなというところはですね、正直あんまり大きな欠点はないかなとは思うんですが、使いこなせる層は決して広くはないと思います。で最近のインプレを見てると結構その前作より使える人、いろんな人が使えるようになったと思いますとか、前作より優しい使い心地になったと思いますというラケットが、まあ、結構多いんじゃないかなっていう印象があったんですけれども、エレベートに関して言うとそういう感じの進化ではないかなと思います。前作よりももっとこう引き締まった感じ、もっとストイックになった感じっていうのが強くて、対象となるターゲット層は、まあ、前作と同じか、まあ、もしかしたらちょっと狭まったんじゃないかなというふうに感じるぐらいですね。であとはまあ細かいところですけど、塗装はまあ、エラスティックペイントみたいなのじゃなくてもよかったかなっていうのは正直思う部分はありますね。綺麗は綺麗だし手触りも悪くはないんですけれども、まあ別にこれじゃなくてもいいかなと、まあ、いまいちっていうか別に必要性を感じないっていう感じですね。はいはい、では最後にですねライバル比較いきたいと思います。98平方インチ、 305g っていう、まあ、今年一番盛り上がるであろうカテゴリーに属するラケットなんですけれども、まあ、ライバルとしては、まあ、同じようなカテゴリーにあるものとしては CX200、 TF40、 ブレード、ISO98、 VPOR98、 ピュアドラの98、 アイロの98、 FX500 ツアー、エクストリームツアーとか、まあ、上げ出したらきりないんですけど、いろいろありますという感じですね。でじゃあその中でエレベートのその際立つ個性とか優れてるポイントは何なのかっていうと、まあ3つあるかなと思っていて、薄ら系なんだけどブレない剛性感っていうことと、その振った分だけ飛ぶパワー感で、最後はその弾道の調整のしやすさっていうところかなと思います。でまあ性能的に近いっていうと、まあ、TF40 の 16×19 とかかなり似てるかなと思うんですが、あれよりもさらに弾道の調整はこっちの方が幅広くできるかなと思います。はい、まあ、なのでこうダイレクトなその力の伝えやすさっていうのをしっかり活かしつつも回転系も使えるというところが、このエレベートのすごくこう、優れてるポイント、このカテゴリーの中でも光っているポイントなんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は一番軸となる 305g の98をインプレさせていただきました。これまでに動画何本か公開させていただいてますが、改めてすごく遊びの少ないストイックなラケットだなというふうに感じました。前作からのテイストっていうのはしっかり残しつつも正当な進化を遂げてる、まあ、よりストイックになったなっていう、そんな感じかなと思います。より詳細なインプレなどはブログに公開していますので、概要欄の URL からぜひチェックをしてください。
315g のツアー、 290g のライトも追ってインプレする予定ですので、お見逃しのないようにチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。今回の動画以上です。それではたまつまりましたね。